お疲れた片山慎吾です。まあ前回、まあ、マスターズにねどうやってこう向かっていったとか4位の時の話とかいろいろちょっとしたんですが、まあ、その正木とこうずっとやってて、なんだろうな、2008年のぐらいが今僕24勝目25勝目26勝目、うん、で次、マスターズで4位っていうこの時があったじゃない、うんうんうん、あの時ってやっぱりこう僕が24勝目したのが5月の、まあ、日本プロっていう試合で、うん、まあ、それが多分9打差か10打差ぐらいつけて優勝して、うん、で24勝目になって、さあ自分が22歳の時に書いていた、夢、うん、35歳で25勝するっていうのを、本当に22歳全く予選も通ったことなければ、ゴルフで賞金を1円も稼いだことない人が、うんうんうん、書いていたノートに、うん、実際本当に35歳になって24勝、うん、リーチがかかって、うん、まあ、そっからっていうものをもう5月の5、6、7、8、9って多分毎週優勝争いをしてて、うん、いつも2位とか3位とか4位とかばっかりで、うん、なかなか勝てずにこういて、でもうこれ勝ったかなっていう試合もなんか逆転で負けて、うんうん、25勝目できなくてっていう時をずっとまあ一緒にこうやりながらやってて、でまあ、25勝目の、まあ、日本オープンで25勝したんだけど、うん、その時のあたり、まあ、そこからマスターズまであったわけじゃん、うん、っていうのがこうどうだったんだっていう話だね。あの時は本当もうだってレッスンすることがないんだもんね、良すぎて。それでいつも言われた、なんかないのって。あ、そんなことですか。そう、朝トーナメント会場で、そうこう試合これから木曜日の朝、俺火水木じゃない、で火曜日水曜日練習行って木曜日の初日だけ見てたじゃない、で朝の30分ぐらいの練習場での後ろでこうやって慎吾の見させてもらってるわけじゃない、でもう黙ってもう沈黙なんだよねずっとね。で、あ、いいんじゃないいいんじゃないぐらいしか、本当そのぐらいしか言ってなかった。そのぐらい完璧だったから言うこともなく、まあ、選手のモチベーションが上がればそれでいいやみたいな感じだった。もう本当なかった。ただ、その8年のその良かった時の10月の東海クラシックの時に、次の日の日曜日がちょっと僕予定入ってて、あの優勝争い行けなかったんだね、本当行けない予定だったんだけど、土曜日の夜に慎吾から連絡もらって、ちょっとマスキ悪いけどちょっと曲がるから左に行くからちょっと悪いけど来てくんないかなって言われて、で予定ちょっと夜に飛ばして、で朝行ったので、朝の練習場で1時間前じゃない練習場入んので、もうちょっと前で待ってて、で左に行く要素を多分これだろうなっていうのを大体5、6個こう引き出しこう持ってくんだけど、まあ、どれかなと思って、でまあ進行こう打ち始めたら、ちょっと予想以上にやっぱ優勝争いとかずっとしてると動きって悪くなっていくじゃん、どうしたって。そうね、悪くなる。で、あなんか良かったんだけど急に丸くなってったなと思って、安定してたはずだったのになと思うぐらい、ある一箇所が悪くなっていっちゃったの。だからこれまずいなと思って、で、で30分の練習が終わって次のアプローチの練習場行くときに2人で歩いてて、まさきどうしたらいいのって言って、なんかないのって言われたら、言った答えが、進行ごめん俺直せないっつったのね。コーチなのに直せないっつったの。ああ、したら、ね、どういうことっつって、慎吾もちょっと笑いながら開きなんか笑っちゃって、どういうことって言われて、いやそのぐらいちょっと、いや今1回で治ることじゃないから、ちょっと2日ぐらい時間かけなきゃ無理っつって言って、って言ったら、じゃあどうすればいいのって言われて、うん、とりあえず今までの経験を糧に頑張ってきてくださいって言ったら、笑いながら分かったって言って行って、で僕がもうそのままもう最後ちょっと17番か18番ぐらいでもう見れなくなって、どうしてもちょっと予定が飛ばせなくて、で一回帰ったんだよね。そしたら途中で電話が来て、やっぱ最後の方曲がったって言って、じゃあどうしようかって言われて、次のキャノンだったっけ、次の試合がちょっと行けなかった、行けないから、その次の週の古賀でやる日本オープンで、俺月曜日から行くから、一緒に変えていこうっつって言って、分かったっつって言って、で月曜日って、そう、
そしたらね、またね、自分、僕も何回こんなこと自分でもあれだけど、ハマったんだよね。まああの時はね。ハマったね。いやハマったね、あの小岩時の日本は。そうで勝ったんだよね。そう。25勝。なんか涙が出てくるわ、思い出すと。ね。何回勝ってんの、見てんのか、見てるっていうか、何回勝ったの？優勝回数、うん、優勝回数はだから2003年の日本プロから、だから、あ、日本プロね、そう、日本プロ、 あれが最初、あれが美穂でやった、ああ、そう、あれが最初で、前の年プレーオフで負けてるんですよ、2002年に僕、あ、そうだったっけ、あ、久保屋さん、そう、久保屋さんとやって、ね、前の年負けて、うん、それが多分一番プロの中に入って悔しかったってっていうところだったんです、うんうんうん、で、自分の茨城の美穂でやるからっつって、うん、もうどんだけ美穂に行って準備をして、うん、練習ラウンド行っても行ったもん、ね、一緒に行ったよね、それで財布ほら財布お財布をさ、コンビニ行ってあったあのコンビニでそうそう、あの時だね、あれ奇跡だよね、そう、あれコンビニに行こうと思ったの、行ったんだっけ、コンビニに行ってもう帰ってきて、なんかを駐車場でここからなんか開けようとしてる間にお財布をどっかに置いたんだよね、 上に置いて落ちて後ろのなんかあのウィングかなんかに引っかかったんだよね、そうずっと走ってて、そうだ財布がない財布がないっつって、そうだシンコここあるよっつって、うわっつって、なんかあるねなんつってね、そうそうそう、 あれが一番最初の時、あれが最初、あ、だから16勝かな、 俺が見てる間、ほら3年から14年までかな、13年までかなぐらいまで見させてもらって、でそこで10で、2年ぐらい1回空いて、でまたそこから4年ぐらい見てるんだよ、うん、で19年の5月で1回終わってるじゃん、うん、そうで、だから結局なんだ、多分6勝ぐらいじゃないかな、俺が見させてもらってる間は、半分以上見てるんだね、うん、そうなんだ、そう、そんで美穂、そう、美穂ね、よく行ったわ、あの時、そうね、そう、それで、そうでね面白いね、あれね、あの時も、あ、懐かしいな、あの時もね、なんかショートで番手間違えてミドルだっけ、なんかそうでもう奥に 15m ぐらい奥行っちゃって、そうでそれ入ったんだよね、そうそうそう、あの、そうなの、なんかね、珍しくちょっと大きな声で、で何やってんだよみたいな感じで、あの確か和球かな、そうキャリー、そうだよね、してて、したら和球もすいませんとか言って謝ってて、ほいでもなんか落ち込んで、和球落ち込んで歩いてて、それで奥の 10m、12、3m ぐらいのパッドをパンって打ったら、入った瞬間に和球急にシャーって、うん、よかったみたいになるよね、シャキーンってなって、うん、そう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 、難しいな、そう、それがあったね、うん、で、そう、だからで、まあずっと行って2008年日本オープン優勝して、で、まあまあマスターズがね、その半年後にあるわけじゃない、そうね、あの日本オープン取ってからね、そう、うん、2009年のマスターズ、うんうん、25勝して、そう、25勝して、まあだからあのマスターズね、やっぱり皆さんやっぱオーガスタってやっぱりすごい興味あるし、多分日本のゴルファー、世界中のゴルファーがまあ一番見てるトーナメントの一つでもあるだろうからね、そう、ロッカーの話だったり、一番ティーでみんな震えたりとか、やっぱね、練習場のボールだったりとかさ、やっぱすごいもんね、もう想像以上に完璧だよね、うん、何でも揃ってるもんね、本当、そうで、またね、なんかね、あ、これキャディーさん、みんなプロキャディーの人みんな同じこと言うけど、練習ラウンドの時は死ぬほど重いんだよね、だけど、あ、キャディーバッグがね、そう、でも始まっちゃうと本当担いでたのかどうか覚えてないぐらい、本当にもう何もない、あれ面白いよね、プロキャディーの人みんな言うもんね、あれ、そう、でも優しいなと思った、慎吾、練習日の時に、うん、ほら、いろんな試さなきゃいけないクラブとかがあって、確かね、17、8本入ってたの、ほ、うん、で、こうやって持って歩いて、あの8番のさ、すごい、登るじゃん、ね、すごいじゃない、そこ、うん、で、こうやって上がってたら、慎吾が、まさかいいよ、重いからクラブ持ってあげるよって言って、いや、いいよ、いいよって言ったら、いや、いいから、いいから、持ってあげるって言って、パって、ドライバーだけ、1本だけ抜いたの。もうちょっと、一番軽いやつね。ドライバー
でもさ、ありがとうっていうしかないよね。そう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 、本当懐かしいな。マグね、またマスターズの話になっちゃうけど、初めて2005年の時マグノリアレーンのところ行った瞬間、ちょっと手前ぐらいから人の顔ずっと横から見てんだよね。あ、俺がね。そう、こうやってずっと横から見てんの。なん気持ち悪いな、この人なんだろうなと思って、それでなんかこう、なんか俺もこうぼーっとしてしたら、すごい変なとこ曲がるじゃん、ちっちゃい道、うん、そうそうそう、でポッて曲がった瞬間にふって見たら、こうやっぱね、なんかマグノリアレーンがバーン見えて、そしたらもうウルウルウルって来た瞬間を逃さなかったんだよね。ね、あそこで泣かなかった人一人もいないんですよ、僕の。まあまあ、何、うん、まあ2、30人みんな行ったけど、うん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 、あのマグノリアレーン止まって泣かなかった男性一人もいないね。みんな泣いてるね。何なんだろう、やっぱこうね、ちっちゃいというから見て、あのね、 TBS さんのやつ始まりがほら、マグノリアレーンから始まるじゃない、あれがあるんだね。そうだね、あの音楽とともにね、あれで泣くわ、みんな泣く。あ、いやー、そうだね、すごいわ。まあ、そこでまあね、松山英樹選手優勝ですから。いや、すごいよ。いや、すごい、ものすごいことだよね。いや、もうすごいよ、通り越してるよ、うん、皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。